ひな飾りひな人形ひな祭りは日本において女子の健やかな成長を祈る節句の年中行事。ひな人形に桜や立花、桃の花など木々の飾り、ひなあられや騎士餅などを備え、白酒やちらし寿司などの飲食を楽しむ節句祭りである。江戸時代までは和暦の3月の節句である3月3日に行われていた。明治の改暦以後は、 グレゴリオ歴の3月3日に行うことが一般的になった。一部の地域では引き続きに旧暦3月3日に祝うか新暦4月3日に祝う。旧暦の3月3日は桃の花が咲く時期であるため桃の節句と呼ばれることが多い。現代の日が祭りは新暦3月3日に室内で行うことが一般的であるが、かつて農村部などでは暖かく春らしくなった。 旧暦3月3日に子供がの遊びに出かけて草花びなを作ったり弁当や野外料理を食べたりする風習が一部にあり現代でも伝承している地域がある。また、江戸時代には9月9日の朝用の節句にひな人形をもう一度飾る後の節句という飾る習慣があった。香川県三豊市二代町の一部ではひな祭りは行わず発作にひな人形を飾る。 これは、戦国時代に、仁王城が落城したのが、旧暦3月3日であったためとされる。兵庫県辰野市水戸町室津地区では、ひな祭りを旧暦8月1日に行っていた。室津追行記によると、戦国時代の永禄9年1月11日、室山白主浦上正宗の次男、清宗と小寺職、高氏の娘との間であげた祝言の夜に、 かねてより対立関係にあった達の上主赤松正秀の九州を受けて正宗は清宗諸とも戦死し、花嫁も亡くなり、室山城は落城した。室津の人々はこの出来事を痛み、非合の死を遂げた花嫁の鎮魂のために、3月3日では、なく、半年遅れの発作にひな祭りを延期したとされる。戦後、この風習は長く途絶えていたが、近年、 町おこしの一環の八作のひな祭りとして復活した。ひな祭りはいつ頃から始まったのか、歴史的には半然とせず、その起源説は複数ある。平安時代の京都で、すでに平安貴族の子女の宮びな遊び事として行われていたとする記録がある。その当時においても、やはり小さな御所風の古典、館をしつらえ飾ったものと考えられている。はじめは、 儀式ではなく遊びであり、ひな祭りがひな遊びとも呼ばれるのはそのためである。一方、平安時代には乾い紙で作った人形を流す流しびながあり、上司の節句としてひな人形は最悪よけの守りびなとして祀られるようになった。当時の乳幼児死亡率は現代とは比較にならないほど高く、赤ん坊のうちに亡くなることは珍しくはなかった。 親としては必死の思いでこの成長を見守り、枕元には片白を置き、薬除けとした。そして、一年の災いを春のひな流しで払う。これがひな祭りの起源である。江戸時代になり、女子の人形遊びと節物の節句の儀式が結びつき、全国に広まり、ひな人形が飾られるようになった。三月の節句の払いにひな祭りを行うようになったのは、 安土桃山時代の天正年間以降のことだと推測されている。江戸時代に入り、制作技術の発展によって様々な人形が作られるようになった。すると女の子の間では人形遊びが大流行するようになった。この影響もあり、ひな人形は豪華で立派になっていった。お金もかかっているので川に流すわけにもいかず、この頃からひな人形の鑑賞を楽しむスタイルに、 変化した。しかしかつての名残かひな人形は、ひな祭りが終わったらすぐに片付けないとならないという、しきたりは今でも存在する。娘の最悪を受け止めた、ひな人形が、いつまでも家の中にいると、今季が遅れるなどの不幸に見舞われるという、役を流していない、という解釈になるのだろう。江戸時代初期には、片白の名残を残す、立った形の立ちびなや、 座った形の座りビナが作られていたが、これらは男女一体の大理ビナを飾るだけのものであった。しかし、飾り物としてのイニシエの形式と一生の最悪をこの人形に身代わりさせるという最霊的意味合いが強くなり、武家子女など身分の高い女性の嫁入り道具の家財の一つに数えられるようにもなった。そのため、自然とカビで贅沢なものになっていった。時代が下ると人形は、 成功さを増し、十二単の装束を着せた、原毒ビナ、大型の、教法ビナなどが作られたが、これらは金箔張りの屏風の前に、代理の人形を並べた立派なものだった。教法年間からは、江戸幕府が倹約政策の取り、大型の雛人形が一時禁止された。おふれ書き法歴修正15では、雛は8寸以下、雛書道具は、巻絵は、不可という政権が見られる。 しかし、この規制を逆手に取り、消しビナと呼ばれる成功を極めた小さなひな人形が流行した。江戸時代後期には京で、夕食ビナと呼ばれる宮中のみやな平安小族を正確に再現したものが現れた。さらに江戸では新たに独自の代理ビナとして、京のひな人形につながるコ,コンビナが現れ、京に伝えられた。江戸で制作されたコ,コンビナには、 原終月などの作家物があり、ガラス製の玉眼も比較的早く用いられた。幕末には、江戸の名職人であった渡辺玉沖永京で修行し、玉眼を伝えた。また幕末までには、官女、随身、市長などの代理人形に付き従う、従者人形が考案されたほか、特に江戸では18世紀の終わり頃から5人、林人形が現れて人気を集めた。 さらに大道具や小道具も増え、京では京都御所の四神殿を模した雛御ごてや台所用具が作られて御殿飾りとして発展した。一方江戸では御殿飾りは広まらず、代わりに雛団と嫁入り、道具を用いた大規模な団飾りが発展した。戦後になると西日本の御殿飾りは大きさと複雑さにより組み立てと収納が大変であったことに加え、 百貨店等の流通業者により取り扱い商品の全国的統一化が進んだことなどにより、昭和30年代に急速に廃れ、段飾りに押されて姿を消した。現在では関東で多くひな人形が作られており、特に埼玉県が多く、中でも岩月市と河野市は名高い。三段飾りのひな人形決め込みのひな、人形五点飾りひな人形天神様。 飾りひな人形は、片白と呼ばれる人形の一種で、神や霊が降臨するものとされている。娘の身代わりとして、娘に襲いかかろうとする病などの災悪。汚れをひな人形に移して避けるという行事が、ひな祭りのもとになっている。紙や土などで作られた原始的で簡単な人形で、一年の災いを受け止めた後に川や海に流された。これをひな流しという。 ひな人形は、宮中の天上人の装束を模している。流栄館は、江戸時代以降に始まったため、伝統的には、帯名の冠には、指定館、目なの冠には、天眼が適切である。髪型は、主に、大水発と古典下髪がある。大水発は、平安時代からの垂れ髪形式が、鎌倉、室町を経て、江戸時代後期に完成された比較的新しい。 髪型で、瓶を大きく張った髪型である。古典下髪は、割毛とも呼ばれ、平安時代では長く黒い髪が、美人の条件とされていたため、髪をすべて、後ろへ流し、わずかに垂らした両方の毛を切り揃えた髪型で、顔を髪の毛で三方から包むことでおも長に見せ、肌色の白さを強調し、より美しく見せるためとされる。古典下髪は、 大水発よりも、欠発の技法が難しく、血発師の技量が問われるため現在は、希少となっている。多くは、藁で作られた土台に衣装を着せつけ、別に作られた頭部を合体して作られているものが、多い。また、決め込みの技法で、比較的小さなサイズで作られているものも人気がある。その他、土製のものや陶器、木製などのものもあり、多くの種類がある。 段飾りのように主に大理ビナが座っている、形のものが多いが、立ちビナのものもある。古くから嫁入り、道具の一つとされたためひな人形は、母方の実家から送ることが一般的とされたが、現在では家庭により異なる。このため代々伝わっているものや遠方から嫁いできた、時に持ち込まれたものもあるため、地域差は一概には言えないが、関東地方と関西地方と二分され、 飾り方や、各人形の形、持ち物が異なっている。関東地方では主に武家の持ち物暮らしを表したものが多く、関西地方では、御所、宮中の暮らしを模したものが多い。大理比な帯び名と目ビナが一体である。天皇と皇后を模したものとされる。皇族用の雲原園の厚畳みの新納台が敷かれる。帯び名は側体に冠り、飾りたちをつけ、 手には尺を持つ。メビナは伊豆駅ヌ遠衣装装束に頭には平ら額にかんざし国紙をつけてに氷揚げを持つ。メーカーや好みによって、オビナはおおむね同じ方のが多いが、メビナの装束は一番上のぎぬの形が違うなど、バリエーションがある。昨今では、従来の座ったもののほか、立ち姿の立ちビナの形のものや、 皇室の婚礼にあやかった装束を模した代理美奈を作るメーカーもある。代理美奈とは、おびなとメビナの二人で一体を指す。江戸前期からあった表現で、代理とは、天皇の宮殿を意味する。また、おひな様は、ひな壇の人形すべてを指す。本来、おびなのみを、お代理様、メビナのみを、おひな様と呼ぶのは誤りであるが、現代では御用ながらも広く用いられている。 この御用は、佐藤八郎が作詞した同様、嬉しいひな祭りの歌詞から広まったと言われる。佐藤八郎自身はこの誤りを恥じ、後々まで気にしていたという。宮中の敷たりにより、代理美なに近似するイチゴが飾られることもある。段飾りの場合は、尾びなと目びなのそれぞれ外側に、五点飾りの場合は、新の台の前に配置する。感所宮中に使える助感を表し、 二段目に配置する。現在では、通常三人一組であるため、三人勘定と呼ばれることが多いが、戦前の豪華なものなどでは、五人勘定や七人勘定のこともある。三人の場合手に持つ道具は、中央が主に関東においては、味方、関西においては島台、向かって、右に長江、左には日下げ、高月がある例では、各助官の間に飾る。 中央の官女が座って両側が立っているものが多いが、逆に中央の官女が立ち両側が座っているもの、さらに全員が立っているものなど、時期や制作者により形態は様々である。また、中央の官女はリーダー格とされ、眉をそり、金をつけた既婚者の姿で表される。五人林能の,のお林を奏でる五人の学人を表し、三段目に配置する。 向かって右から、歌い、笛、章子、大鼓、そして太鼓の順であり、右から楽器が小さい順番に並んでいる。脳林の代わりに、雅楽の楽人の場合もあり、5人もしくは7人である。ことが主である。五楽人の場合は向かって右から、カッコ、火炎太鼓、七力、横笛の順に、7楽人の場合は、弦楽器の2人が加わり、 向かって右から、かっこ、ビワ、ショウ、カエ七力、横笛、ワゴン、または、ことの順に並べる。随心四段目に配置する。通称、右大臣と左大臣。向かって、右が、左大臣で、年配者。向かって、左が、右大臣で若者である。いずれも、武漢の姿であり、正しくは、この絵中将、または少将である。随心。 や大臣も参照。市長従者と、護衛や雑役を表し、通常三人一組の人形を五段目に配置する。怒り、泣き、笑いの表情から、三人、神との別称もある。酒焼きを沿っていることが多い。主に関東においてはそれぞれ、日傘をかざしてお供する係、殿の履物をお預かりする係、雨を避ける丸い傘を竿の先に乗せてお供する係を、 分担している。向かって右から立さ、靴台、台傘の順に飾る。また主に関西では、放棄、散り取り、熊手を手にすることもあり、宮中の清掃の役目をする。この時は向かって右から竹棒棄、散り取り、熊手の順に飾る。なお御殿飾りの場合などでは、清掃薬の代わりに炊事薬として、火にかけた鍋を囲んでいるものもあるほか、 護衛として大門付けの二人一組の侍が追加されていることもあるなど、従者と護衛と雑役をそれぞれ別に設けた大女隊となっていることもある。メーカーによる追加七段の雛人形の例三人勘定以下の随身、従者人形をぞ揃いという。現代日本では帯名を右に配置する家庭が多く、結婚式の神道神父もそれに習っているが、 人形の配置の仕方は、下記の通り近代前後で変化があり、それが現在も地域差として残っている。壇上の大荷稲は、大理の宮中の並び方を模している。かつての日本では、左が上の位であった。人形では、左大臣が一番の上位で、帯名から見ての左側にいる。ちなみに、飾り物の、左近の桜、右近の立花での桜は、 天皇の左側になり、これは宮中の四神殿の敷地に実際に植えてある樹木の並びでもある。明治天皇の時代までは左が皇位という伝統があったため天皇は左に立った。西日本の一部ではこの配置を続けている過程もある。しかし明治の文明開化によって日本も西洋化し、大正天皇の即位式では西洋に習って右に立った。 それが皇室の伝統となり、昭和天皇は常に右に立ち、皇順皇后が左に並んだ。それに習い、帯名を右に配置することが一般的となった。岸持ひなあられ飾り方にも全国各地でいろいろあるが、多くはこの三種の飾り方である。もともとひな人形は室内の一室に平面に書く人形や道具類、 ちょう類を並べて飾り楽しむ飾り方をされてきた。そのため、この平面で飾っていたものが、今で言うドールハウスのように、人形専用の御殿を作り、それを中心とした飾り方に変化していく。九州地方や古いひな人形では、ひな五点という建物を使った御殿飾りびなという飾り方をしているものも多い。これは、江戸末期から昭和の初めまで飾られていた。また、 段飾りは一説によると、タンスの引き出しを階段状に整えて、そこに紐線を敷き飾ったとも言われている。江戸時代頃から行われるようになり、現在でもその形が引き継がれている。さらには、お囃子に使う楽器や、ぼんぼり、ギッシャなどの飾り道具を一緒に飾ることもある。昭和時代を中心に、上段の写真にあるような五段、七段が多い。 七段飾りは高度経済成長期以降に主流になった。昭和後期には八段の眉み飾りも登場し、従来より増えた段に、菅原道真、小野小町、柿の本の人丸の参加人や紫式部などが乗せられた。昭和の後期から平成にかけては、集合住宅などでは和室がなく七段飾りを飾るスペースがないなどの理由から、本来の代理日なのみ、または、 代理ビナと三人患女のみの簡素化されたセットが作られるようになった。例は現在ではこういった段数を減らしたものが主流となっている。この際、収納に便利なように人形がしまわれている箱がそのまま飾り台として利用できるなどの工夫がされている。戦前までの髪型、京都や関西の一部では天皇の御所を模した御殿式の館の中に帯な、目ビナを飾り、 その前の階段や庭に三人勘定や五人林らを並べ、横に兄弟や蛇道具、重箱などの精巧なミニチュアなどを飾っていた。節句が終わった後もひな人形を片付けずにいると結婚が遅れるという話は昭和初期に作られた俗説ともされる。旧暦の場合、梅雨が間近であるため、早く片付けないと人形や絹製の細工物に虫食いやカビが生えるから、 というのが理由だとされる。また、地域によっては、おひなさまは、春の飾り物季節の節できちんと片付けるなどしつけの意味からも、言われている。この行事に食べられる食品は、ひしもち、ひなあられ、白酒が必須の定番で、他にタイやハマグリの料理、ちらし寿司が加わることもある。地方によっては、生菓子の引きちぎりもある。こういった料理は、 ひな料理と言われ、デパートや料理店でも、季節の料理としても提供される。関東地方に集中しており、生産地としては、埼玉県の埼玉市岩月区や埼玉県高野須市の,寿司の伝統工芸品である高野すびなが有名。また、栃木県の佐野市も小規模ながら生産店が存在する。販売に関しては、全国の商業施設で販売されているが、 集中して、の木を連ねるのは、人形の問屋街である、東京都台東区の浅草橋駅周辺が有名で、人形の9月、10月、吉典大公といった専門店がある。これらの店舗は、毎年正月から2月ぐらいにかけ、テレビ CM を流す。ちなみに、ひな人形と共に手がける5月人形も3月3日以降に、CM が流れる。江戸時代、ひな祭りは、 ゴーセックの一つとして、祝日として存在したとされる。しかし、1873年の新歴採用がゴーセックの祝日廃止となって、さらに国民の祝日より皇室の祝日色が濃くなった。このため、戦後になって新たに祝日を作ろうとする動きが見られるようになる。祝日制定にあたり3月3日の案や、新年度の4月1日の案も出ていたが、 最終的には5月5日の端午の節句を祝日とする案が採用された。北海道、東北をはじめ関連で気候の悪い地域の多い時期を、避け全国的に温暖な時期の5月にしたというのが大きな理由の一つとされる。各地で大量にひな人形飾りを公開したり、特色ある飾りを飾ったり、少年少女、または成人の男女がひな人形に噴したりする。 祭り等がこの期間中に開催される。ありがとうございます。